はついていた。あの時直感的にバグズ2号のクルーたちの遺体がゴキブリに利用されているとミッシェルは理解した。察しが良かったからこそあの時点でひどく動揺した。動揺したからここまで引き込まれた。ゲンゴロウは流線形の体に吸盤の前足、ヒレ状の後ろ足、加えて一部の水生昆虫に特有の呼吸法を使用する。羽と背中の間の隙間に空気を溜めた状態で潜水するわけだが、これをただ消費するのではない。ここの酸素が消費され二酸化炭素の分圧が増えると周りの水の中の酸素とガス交換が起こる。これによりゲンゴロウはエラを持たずして水中で10分以上の活動が可能になっている。対して純陸上生物であるミッシェルの活動限界はおよそ2分。爆弾狩りの能力も敵の体温が水温同様に低ければ炸裂しない可能性が高い。この時点でミッシェルに勝ち目はなかった。勝ち目がないならミッシェルは、相手の機動力を封じ足に万力のような力を込めたまま体の動きを止め、数える2分後。